皆さんどうもこんにちは、ラートです。ということで今回はシャドウガンレジェンドっていうね、ゲームをやっていきたいと思うんですけれども、こちらはですね、なんかボスっていうのかな、そのある人からミッションを引き受けて、それに達成していくために、敵と戦うっていうゲームなんですけれども、とてもね、画質が良くて迫力のあるゲームなので、皆さんにぜひ紹介したいなと思います。ということで早速ね、プレイしているんですけれども、こういう風にピッと押して、で敵がいてバンバンバンってね撃っていくっていう、まあ、ちょっとグロい部分も、敵がグロい部分もあるんですけれども、まあ、それは閲覧注意ということで、まあ、今回動画を出しているんですけれども、まあ、ぜひ、面白いなと思った方は概要欄にリンク貼ってあるので、そこからダウンロードしてみてください。それではやっていきましょう。押すのかな、これ。ピッで押すと、なんかグイーンと上がっていって、でこれ あのね、なんか音だけ鳴ってて上がってる感覚はないんですけど、なんか別の場所に到着するみたいです。ですね、僕ちょっとこれを1回2回ぐらいプレイしたんですけれども、あのね、ステージが変わったりとか、あとボットの味方とかついたりする時もあるので、なんかなんていうんだろう、場面が変わったり、まあ、ミッションの内容が違ったりするとまた変わったりするんで、まあそういうところもね、遊ぶ際には楽しんでいただければなと思います。あとはなんだろう、敵が気持ち悪い部分もあるので、やっぱり苦手な人はね、やめといた方がいいかなと。でもやっぱここのこのゲームのいいところといえば、なんか PUBG とか荒野行動みたいに、オンラインで強い人と弱い人が混ざったりしてるわけではないんで、なんだろう、苦手な人でも、こういう銃を撃つ系は苦手な人でも、気軽にプレイできるかなと思います。こういうね、倒した時の快感っていうのかな、なんていうの、簡単に他のゲームと比べて簡単に味わえるので、やっぱりそういうところがいいかなと思います。あとこの今僕がプレイしているこのミッションでは盾を持ってたりするんで、やっぱりなんだろう、避けるのも大事かなと。やっぱ避けつつ撃っていくっていうね、やっぱ撃ってるだけだとやられてしまうんで、やっぱりなんていうんだろう、なんかちょうどいいですよね、レベルが。さあここで敵を倒していく。さあここで何をするんだ。うわ、めっちゃ殴るやんこいつ。めっちゃ殴ったんだけど、なんか物によってなんか当たり方が違いますね。なんかタッチパネルだったらフワンって押すんだけど、まあ、さっきみたいなボタンなんでゴーンってね、急に怒り始める感じですねあーすごいね。まあこういうね、ちょっと笑ってしまう部分もあるんですけども、はい、まあそういう部分も楽しみつつね、皆さんもぜひ楽しんでてください。こうやってね、苦手な人でもこうやってなんて言うんだろう、目標の地点をね、表してくれるんで、まあ何もしなくてもね、簡単に謎解きみたいな感じではなく、ちゃんとなん手順を、ね、表示してくれるんで、それを確認しながら進んでいけばミッションクリアできるという感じでございます。よし、いい感じですね。これもちゃんと避けないとダメージをどんどん食らって死んじゃうんで、まあちゃんと避けながらやっていけばクリアできます。お、なんか人が倒れてますね。どういうミッションか僕もいまいちわかんないんですけど、なんか表示は日本語でもなんか音声が英語なので、ちょっとそういうところもね、まあ気になる方はまあ画面の表示を見て進んでいければいいですね。はい、語彙力なさすぎさあ、順調に進んでいますが、あとどんぐらいなんでしょうか。 ID スキャナーまで運べ、だってさっき拾ったお兄さんをなんかここに戻すのかな。おお、ここに戻せばいいのか。よいしょと。なんかこの人が鍵になってるみたいですね。開けごま開けごまなんだなんだ。お、開いた。
お、これは何すればいいんだ。レーザーを回避して金を盗め。これ犯罪やけど。何しとんねんお前。どんなミッションや。これどうやって進む？とりあえず左行ってみましょう。左行って、あ、でもこれ無理だな。無理だ。あー。じゃあ反対側から行こうかな。ここ行って、ここ無理やんけお前。何やっとんねん。よいしょ。はい、ダメでーす。あ、警告？警告ダメですね、これ。おぉ、毒ガス？目標、方針、セキュリティを解除せよ。どうやって解除するんだよ、お前。おぉ、なんか表示があるよ。右側行きましょう。おぉ、やばい、なんか。もうここ行って。何すんの？何？もう蹴るんか、お前。蹴っちゃダメだろ、お前。おぉ、何？これを取って、破って、これ余計にダメじゃないの？はい、宝箱をとりあえず開けましょう。お前蹴るなよ、お前。宝箱なんだから。丁寧に開けろよ、お前。よーし。これでいいのかな？もうレーザーがない。拾って。おー、なくなった。取って。もう犯罪しとんぞ、お前。人助けといて犯罪しとんぞ、お前。助けてないけどな。壁にメッセージを残せ。何しとんねんお前。なんか書いてある。 So long すっごい読めなかったけど、もうミッション完了みたいですね。金庫を襲え。お前何やっとんねんお前。でもまあ僕が好きなのこういうなんか機械系というか近未来系のなんかこういうスマホみたいな、まあ、そういう表示がとてもねかっこいいなと思います。もうそういうところがね気に入ってプレイしていますという感じなんですけれども、あと一戦だけやって今回終わりにしたいと思います。皆さん、どうでしたでしょうか。なんか面白いなと思った方はねぜひダウンロードして遊んでみてください。続いていきましょう。なんか踊ってるけど、よう俺カッコつけてんな。カッコつけてんな。俺がやったぜグッドみたいなね。じゃあ何カッコつけてんのお前。Let's do this. Open sesame.
Coming low and fast for a hostile extraction. Be ready, sir.